ボブ・マーリー、ボブ・マーリー、ボブ・マーリー、1945年2月6日から1981年5月11日、出生名、ロバート・ネスタ・マーリーロバート・ネスタ・マーリーは、ジャマイカのレゲエミュージシャン。その音楽は、ラスタ・ファリ運動の思想を背景としており、彼の音楽と思想は、数多くの人々に、多大な影響を与えた。 1945年2月6日に、ジャマイカセントアン教区のナインマイルズでのイギリス海軍隊員であり、ジャマイカ最大の建設会社、マーリーカンパニーを経営していた白人のと、ジャマイカ人のとの間に生まれる。当時、父親は61歳、母親は16歳だった。両親は、ボブの誕生後すぐに別れた。父親は、首トキングストンで、ボブは、 母親とその家族と共にナインマイルズで正気を過ごした。ボブはナインマイルズ近郊のステプニーでステプニーオールエージ、スクールに通い、そこで後に共にウェイラーズを結成することとなるネビル・リビングストンと出会っている。ボブが10歳の時に父が死にそれまで受け取っていた経済的な援助がなくなった。母は息子を連れ職を求めてキングストン郊外のスラム、 トレンチタウンに移り住んだ。ここで、バニー・ウェイラーと共に音楽活動を開始し、1959年に14歳の時には音楽に専念するため学校を中退した。21歳の時に19歳のリター・アンダーソンと結婚した。ジョー・ヒグスに音楽的君とラスタファリ思想の教えを受ける。1962年、レスリーコンのビバリーズレーベルから、 ワンカップオブコーヒージャッジノットを発表し、プロとしてデビューする。なお、上記2楽曲のシングルには、ボビー・マーテル、ボビー・マーテルと表記されていた。1963年、ピーター・トッシュラとティーネージャーズ、後にウェイラーズへと改名を結成しデビュー。当初は6人組だった。1970年、キングストン市、ホープロード56番地に、自身のスタジオ、 レーベルである、タフゴングを設立。1972年、アイランドレコードと契約し、翌年メジャーデビューアルバム、キャッチアファイアをリリース。1973年、アルバム、バーニングを発表。同アルバムに収録された、アイショットザ・シェリフを1974年に、エリック・クラプトンがカバー。クラプトンのバージョンは、全米ビルボードチャート1位を獲得。 1974年、バニー・ウェイラー、ピーターとシシュがウェイラーズから脱退したため、ボブ・マーリーザ・ウェイラーズとして新たに活動を開始して、10月にアルバムナッティ・ドレッドを発表。1976年、プロデューサーのクランシー・エクルズラと共に人民国家党の政治キャンペーンに参加したことから、 マイケル・マンリー率いる PNP とエドワード・シアガが率いるジャマイカ労働党の2大政党の対立構想に巻き込まれ12月3日に狙撃され負傷亡命を余儀なくされる1977年モデルで1976年度ミスワールドの新リブレイクスピアと交際を開始1978年ジャマイカに舞い戻り4月22日にキングストンで ワンラブピースコンサートに出演する。この時、コンサートを見に来ていたマイケル・マンリーとエドワード・シアガの二人投手をステージ上に招き、和解の握手をさせた。7月21日、シンディがダミアン・マーリーを出産する。1979年には、4月から日本、オーストラリア、ニュージーランドで公演を行った。さらに兼ねてからの念願であったラスタファリズムの聖地。 エチオピアをはじめとするアフリカの国々を訪問。この時の体験をもとにアルバムサバイバルを発表している。1980年アルバムアップライジング発売。西アフリカ、カンボジアの大統領の誕生日パーティーで演奏。悪性のメラノーマを発症し医師からは親指を切断することを勧められたが、マーリーは宗教的な理由でこれを拒否し、部分切除を行った。 やがて腫瘍は全身に転移し、手をつけられない状態まで悪化した。1981年5月11日、療養先のドイツからジャマイカに向けて、帰国のとのつく途中で容体が悪化、アメリカフロリダ州の病院で妻と母に見届けられ、死去。最終的な死因は、脳腫瘍と癌の肺への転移によるものとされている。同月21日、キングストンにて国葬された。 愛用のギターは、ボディとネックに1ピースマホが2位。指板はローズウッドを使用し、ピックアップに PE-90 を2機搭載した、ギブソンのレスポールスペシャルであるが、1979年の来日公演時にヤマハ SG-1000 を送られ、日本、オーストラリア、ニュージーランドでの公演時にはこれを使用した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。